と決まっていますが、ここは田代が自ら仕置きでいった場面。気持ちを見せた岸本龍一。先ほど岸本もう一度もらい直す。スリーポイントきた。これでした。このアリーナのこけら落とすゲームのラスにもう一番打たさない名古屋だったんですが、もう一度もらい直して、しっかりと体正面で守ってます。ちょっとうまく使って、あ、今村
里のジャンプシュート、波里成人が決めました。来ましたね。これが B リーグのファンタジスタ。